日本の次世代スーパーコンピューター K が世界一の速さを達成しました七年ぶりの快挙です理化学研究所と富士通が開発中の次世代スーパーコンピューター K は先月一秒間に足し算掛け算も8200兆回可能な速さを達成し世界ランキングで一位になりました共同開発していた日立や NEC が撤退し おととしの事業仕分けでは予算を削られたりした上、3月の大震災で部品を作る会社が被災するなど何度も危機に直面しました経緯は現在よりさらに20%早くなる予定ですが11月に予定されている次回のランキングでも1位でいられるかどうかはわからないということです